この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。ああ、このままやっても本当に立派な抵抗軍の兵士になれるんだろうか。その悩みしかと聞いたぞ。鉄平先輩？ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し、雷電将軍の手から生き延びた。本当ですか？あ、その弓術を教えていただけないでしょうか。あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、弓術のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。はい、しかと拝見させていただき。緊張してるんじゃない？それじゃあお手本にならないから、すこ頑張れ。準備できた？うん、今回はきっ。僕の言う通りすごかっただろう。確かに、どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力